ゲゲゲの鬼太郎ゲゲゲの鬼太郎の登場キャラクターヌラリヒョン酒港市水木しげるロードに設置されたヌラリヒョンのブロンズ像ヌラリヒョンは水木しげるの漫画のゲゲゲ,ゲの鬼太郎に登場する宿敵となる妖怪の一人日本妖怪の総大将と称られることもある初登場は原作漫画では妖怪ヌラリヒョンアニメ版ではそのアニメ化である第一作の第十二話で 共に1話のみの登場である。アニメ第2作では登場しない。第3作以降は準レギュラーとして登場。日本妖怪の総大将と呼ばれる、現在のイメージは、アニメ第3作の時に形成されたものである。なお、敵ボスとしての初質は、漫画では、週刊実話版、映像では、第3作の前の実写、月曜ドラマランド版である。頭部は、 大きめのハゲ頭でシワの深い顔、創身で、身なりのいい老人の姿。一般には、忙しい夕暮れに勝手に他人の家に上がり込み、家人のような顔をして、飲み食いをするなどと言われ、タコの妖怪の一種とも伝承されている。一人称はシリーズを通して、わしだが、一部の作品では、私や、俺ということがあった。二人称はシリーズを通して、お前だが、 北郎を貴様呼ばわりすることが多い。卑怯で狡猾な手口で悪事を働き、北郎と対立する。だがどこかまぬけなコメディータッチな面もある。基本的に他者を利用するのが得意な悪参謀タイプ。強い妖怪を雇ったり騙したりして、あの手この手で北郎たちを倒そうと格索し、多数のシリーズで北郎の宿敵の代表格となっている。 原作とアニメ第一作では、山田と名乗って人間になりすまし裕福な生活を送る一方、盛り場で爆弾テロを起こすなどの悪事を働き、いずれ自分の犯行が北郎にバレることを恐れ、北郎をネズミ男と共に落とし穴にはめて、コンクリート詰めにするが、迂闊に北郎と握手したために、秘術、北郎を突きで手を乗っ取られる。仲間のヘビ骨バーに助けを求め、 穴から脱出したばかりの北郎を、封じの壺で止めを刺そうとするが、逆に北郎により古代の石臼を使った、先祖流しで、戦士時代に二人とも流されてしまった。他が羽織を着た和装を基本とするのに対し、ここのみ背広を着ている。週刊日は版、野球郷の牧では、妖怪の高校、墓の下高校校長として登場。 自公野球部の高校野球会進出にこつけて人間界の占領を企むが、それに気づいた人間側の依頼を受けた北郎によって生徒職員ともどもあの世に流された。アニメ第三作放送と同時期に連載された水木しげる作画ではなく水木プロ作画による最新版ではアニメ版とともに事実上のボスとしていくわにまたがって登場する。 最新版ではかつて先祖流しで過去に流されたヌラリヒョンが現代まで生き延び長い間に人間の悪意を得て強大な揚力を得たという設定。三原山の噴火に巻き込まれて火口に落とされるも最終回で伊豆大島を破壊して復活し食あやかしきと呼ばれる周囲の存在すべてを喰らい尽くす怪物となっていた。この状態では自我や知性というものは 完全に失われており、目玉の親父も北郎に逃げることを勧めた。最後は、北郎の捨て身の攻撃、北欧をミサイルで粉々に破壊された。北欧国取物語では、箱根城でのムートの決戦の際、妖怪存亡の危機にけ目玉にくどかれて、北郎たちに火星は入道部隊、一つ目部隊、き部隊、カラス天狗飛行隊を指揮し、敵の、 人玉爆弾攻撃には、人玉クイを召喚して反撃するなど、総対象にふさわしい戦力を駆使した。妖怪戦物語では、第25話で姿を現す。北郎を裁判の罠にかけるが、結局は怒りに燃える北郎のパンチで破れ、天狗ポリスに500年の妖怪刑に処刑された。プレイステーション2版ゲーム、異文妖怪期短では、アニメ第6作に先駆けて、 水木の妖怪自転準拠のデザインで登場。吸血鬼エリートによって洗脳されていたが、北郎たちの活躍で洗脳が解かれた。ある条件を満たすと、仲間になることが可能。原作初期とアニメ第一作では、作望を巡らすことには長けているが、特に攻撃的な妖術を使えるわけではないとされていたが、後に、妖怪の総大将という設定が定着するにつれ、 徐々に多彩な技を使うようになっていく。各員の詳細は、名称のリンク先を呼び、ゲゲゲの北郎の登場キャラクターを参照。北郎10月より、最終章ぬらりひょん編へ。ぬらりひょん役は、大塚明夫。コミックナタリー。2019年9月25日閲覧。自分が固められ敗北。鶴べびに炎上され敗北。終盤で仲間割れをし。 爆発して逃走。ヌラリヒョン本人は爆発でどこかへ飛ばされ行方不明。一匹は間違って殴られ、もう一匹はネズミ男に落とされ敗北。天根村雲剣の力により支配。北郎の妖力を封じた、妖怪真珠を渡した時に裏切られ、騙されたと気づき真珠を奪って割ったおかげで北郎は、復活した。ヌラリヒョンに騙され焼かれるが、焼け跡から、 新たな目が生えた。一度には溶岩に突き落とすが、完全な溶解王の力を得たヌラリーヒョンによって、地割れに飲み込まれた。バックベアードが倒された後、同郷に取り込まれた。もともと不本意だったが、先祖の約束を理由に仕方なく手を貸した。結局、ヌラリヒョンのうかつな一言で、作戦は失敗し、それを理由に約束を無効にした。 陰陽道の正しい言葉の前には、ヌラリヒョンの悪辣さなど、一切通じない。ヌラリヒョンの手を乗っ取り悪魔の手に変えた。インチキ商売で得た金を持ち逃げした。主そその盆にかされ、子供を襲うが、来たろに琵琶を壊され敗北。子供たちを解放した後にそのことを打ち明けた。ヌラリヒョンの命令で来たろを騙すが、罪悪感から改心して、命がけで来たろを助け消滅。 北郎を狙うはずだったが、砂掛け、バーの肩をかすめ暴走させた。最後は、アマビエの活躍で砂掛けバーは救われた。ヘビホネバーの催眠術による。自分の住みの工事を止めたことで賛同するが、すべての元凶がぬらりひょんだと最後まで気づいていなかった。その後は登場せず、妖怪大同盟に加わった描写もなかった。種の盆に封印を解かれて復活し、 現代の猫が、いかにひどい扱いを受けているかを教えられて人間への復讐をそそのかされた。最後は猫娘に倒されたが、その後のキタロウの人間への対応をヌラリひヒョンが、同志の妖怪たちに目撃させ、キタロウに対する不信感を煽ることが、真の目的だった。軍資金調達に利用された。大だらぼっち復活後、用済みとして踏み殺されてしまった。 カドクラによって脳を破壊され消滅した。終盤で太郎たちを道連れにしようと自爆。それによって他の妖怪たちがヌラリヒョンに賛同する一員となってしまった。89話の終盤で出された劇文を見て妖怪をテロの恩賞を呼ばわりする人間の看板に八つ当たりしヌラリヒョンに賛同。その後95話では 妖怪大同盟に賛同するゲゲゲの森の妖怪のリーダーとなるが、実はヌラリーヒョンから先導を行う指示を受けて行動していた。そして、最終話でネズミ男にすべてヌラリーヒョンのせいだと説得されても、最後まで考えを変えようとせず、ミサイルの直撃に相い仲間ともども人間への像を貫いたまま死亡した。冒頭で復活させたが、 サシズを嫌うのを知っていたため好きにさせた。キタロウを追い詰めたが、マナによって、富士エネルギーを吸収され敗北。その後、エネルギーは、バックベアード復活に利用した。復活後に、共通の敵であるキタロウを倒すため同盟を結ぶが、最初から利用されていただけに過ぎず、裏切られて、ボルフガング・ビクター・カミーラを吸収し一度はどこかへ、消え去ったが、 後に暴走状態で現れぬらりひょんに復讐するべく襲撃し、最終話では復活した北郎によって3、人も諸とも消滅した。95話で北郎が総理に射殺された直後、人間に復讐するために不本意ながらも自らの意志で、妖怪大同盟に加わったが、96話で利用されていただけと気づき離脱。最終話で戦争を止めて、 妖怪と人間を和解させた。実験として毒液に落とされ死亡。ありがとうございます。